ひいじいさんが体験したことです。昭和初期のお話。ある夜、じいさんが村の寄り合いが終わって、帰路を歩いていた。山道を下っているのだが、途中で小さな寺がある。かねてよりその寺の周辺には、もののけが出るとの噂があったのだが、じいさんは漁師で腕力に自信があったこともあり、平気で暗闇の中をランプ片手に歩いていたそうだ。やがて寺の石垣が見えてきた頃、ふと見ると目の前を小さな子供がちょこちょこ歩いている。じいさんは、おい、お前どこの子か?と呼びかけてみたが、気づけばその子は目の前にいない。はっと振り返ると、じいさんのわずか後ろをちょこちょこその子が歩いている。妙な子だなぁ。と、その子をよく見ようとしたところ、もう後ろにもいない。首をかしげて歩み出そうとすると、またその子が前方をちょこちょこ歩いている。こら、お前!と追いかけて追いつこうとすると、またその子はいつの間にか後ろを歩いている。驚くことにじいさんとその子は前に行ったり、後ろ行ったり、50メートルくらいを先になったり、後になったりしたらしい。やがて村の明かりが見える頃、ふっとその子は消えてしまったそうだ。じいさんは下戸でお酒も飲めなかったため、その話は妙に説得力を持って村の人たちに広まったそうだ。じいさんは、あれが寺に出るものだったんだろうな、と言っていたらしい。その島では、セコの子、というらしく、カッパのようなものと噂されていたとのこと。大分県の小さな島でのお話。もう一つ、これはばあさんが体験した話です。これは戦時中のことで、やはり大分県の同じ島での話。当時、終わりの見えない戦争の最中、食べ物が不足していたその島では、山で芋などを作っていた。祖母は友人とその日も山へ出かけて行った。その山の登り道は、くねくねと曲がりくねった道で、例えるなら、螺旋階段が大きく広がったようなもの。おしゃべりをしながら山道を登っていると、二段ほど上の道を何かが歩いている。茶色い髪の毛をした子が、ばあさんたちと同じ調子で歩いている。しかし、顔は山の草木でよく見えず、下から見ると頭だけが見える状態だったらしい。友人が、変わった子がおるもんやなあ。あんた、あの子が見えるやろ?と聞いてきたので、はあ、見えるで、あんな髪の色してなあ。と、ばあさんも相槌を打った。こんな暑い日にあの子は帽子もかぶらんでな。どこの子じゃろ?などと話しつつ登っていく。やがてその子を見に行こうということになって、その子に追いつこうとするが、足を早めればその子も足を早めて、どうしても追いつけない。頂上は平野のようになっているため、まあ、頂上に行けば会えるでしょう。ということで、頂にたどり着くも、その子は影も形もなかったそうだ。当時、カンカン照りで暑い日には、その島ではそういった不思議なものが
村人に目撃されたそうです。電気が普及するにつれて、じいさんが体験した寺の周辺では、変なものが目撃されることもなくなったそうです。山といえば山梨だ、と言って一人で山梨県に行ったことがあった。ただ山は好きでも登山は好きではなかったので、車で際どい山道をずっと走ることにした。県境を越えて、いざ山梨県に入ったかと思うと、いきなり大雨が降ってきた。僕の車では、ワイパーを最速に動かしても、とてもじゃないが前が全く見えない。できるだけスピードを落として、ライトをハイビームにしてゆっくり進んでいると、急に雨が止んだ。休憩しようと思って、道沿いに大きなラーメン屋を見つけて、中に入り、店の人に、さっきはすごい雨でしたね、と言うと、雨？雨なんて降ってませんけど、と言われた。山の天気は変わりやすいというが、局地的でもあるのかな。そう思って店を出た後、ほんの少し走っただけなのに、道に迷ってしまった。近くにガソリンスタンドがあったので、給油がてらそこへ寄って、ラーメン屋さんの方から来たんですが、と道を尋ねると、この近くにそんなラーメン屋はないですけど、と言われた。そして、今日はさっきまで大雨が降っていたし、この先の山道は通行規制で通れなくなりますよ、とも言われた。仕方なくガソリンスタンドから少し走ったところで旅館が見えたので、まだ少し早い時間ではあったが、チェックインすることにした。旅館のおかみさんのような方が、今日はお天気もいいし、お夕食までの間、この先のパノラマラインをドライブしてみてはいかがでしょう。この近辺にはガソリンスタンドがないので、給油はその先になりますが、と言われた。確かに雨は降ってたし、ラーメンを食べてお腹いっぱいだったし、車のガソリンは満タンだった。次に訪れた先でこの旅館のことを話し、そんな旅館はないですよ、と言われたくなかったので、宿泊をキャンセルして東京へ戻ることにした。僕が行ったあの地域は、一体何だったんだ？父方の祖母の家系は東北の郷土の出だったらしく、どちらも個人だが祖母とその姉と今も存命の祖父母の子供たちは全員二つ名を持っている。戸籍上の名前とは別の通り名みたいなもので、正式な文書以外にはそちらの名前を使っている。うちの祖母は年金手帳から銀行や郵便局の通帳まで通り名で作っていたが、昔は今みたいに本人確認がうるさくなかったので大丈夫だったらしい。父のいとこたちも普段はこの二つ名で通していたので、子供の頃はそちらの親戚から来た年賀状に書かれた名前が違うのが不思議でたまらなかった。一方我が家では二つ名を持っているのは祖母だけで、うちの父親も祖母が前の婚家で産んだ子供たちも戸籍上の名前だけ。
孫である私と姉も二つ名は持っていない。この二つ名にどんな意味があるのかと祖母に聞いたことがあるが、悪いものを寄せつけないためとしか教えてくれなかった。うちの一族は死別、離婚、再婚がやたらと多くて、晩婚や生涯独身も珍しくない家系だった。祖母自身も海軍士官だった婚約者が戦死したため、農家に嫁がされ、子供二人を設けたところで旦那が病死。そのまま旦那の弟の嫁にされそうになったので、家を飛び出し、トビの頭をやっていたうちの祖父と駆け落ちした経歴の持ち主。どうやら農家に嫁いだ時点で子供に二つ名をつけるのをやめてしまったらしいのだが、祖母の子供たちは全員貧乏で、離婚、再婚している人ばかり。うちの父親も二度結婚したが、二回とも嫁に逃げられて、アル中で入退院を繰り返した挙句亡くなってしまった。その娘である腹違いの姉は21歳で最初の結婚をしたが、子供が生まれないまま離婚。元旦那の弟と再婚。妹の私は父の面倒を見ているうち婚期を逃して、独身のままアラフォーになった。一方、商家に嫁いだ祖母の姉一族は、全員が家庭にも経済的にも恵まれている。祖母が自分の家系にも二つ名をつけていてくれたら、と思わないでもないが、時代が変わったのだから仕方がないのかもしれない。二つ名は、イミナの風習ではないかとレッスンをいただきましたが、イミナって武家じゃなくてもあったのかな？曽祖父は明治の末期に北海道に入植して農家をやっていたんだけど、出自もはっきりしなくて、東北のどこかの県の豪氏の四男としかわかってない。生前の写真が残っているけど、曲げに丸メガネをかけて刀を刺しているんです。豪氏って対等を許されていましたっけ？祖母の姉の一族はこれから生まれてくる子たちにも二つ名をつけ続けるんだろうか。現代の生活でどんな風に使っているのか、好奇心だけど興味はある。祖母の法事があって、先日、十数年ぶりに故郷の山奥の町に帰ってみました。法事の講演会があって、そこで遠縁のじいさんに面白い話を聞きました。じいさんはその町からさらに車で1時間ばかり走る村の人ですが、その村では代々、温泉宿を経営しているそうです。以下、じいさんがまだ壮年の頃の話ですが、便宜上じいさんと記します。昭和30年頃の事件だというので、まあそこまで昔ではない。腹心だと信じていた番頭の多額の横領が発覚したことが、この事件の発端でした。先代から働いてくれていた男で信頼していたんだけど、まあ仕方がない。首を言い渡した。するとその番頭は逆恨みをしたらしく、先代から誠心誠意尽くしてきた自分を首にするなんて、当代は鬼だ、畜生だ。自分はこれから川に身を投げて自殺するが、この山塾の主の仕打ちは許さない。
末代までもたたってやる、思い知れ。という内容の手紙を残して姿を消してしまったそうだ。もともと東京の大学も出ているインテリだったじいさんは、最初は、何よ、科学全盛の今の世に、古臭い恨み事を抜かしおって、と遺書に書かれた呪詛の言葉なんか全く気にしなかったそうだ。だが、やがて本当に会議が始まった。まず複数の従業員が、夜中の岩風呂から誰かがいる気配がする。泊まり客がいないはずの離れから夜中に物音が聞こえる。隣町で死んだはずの番頭さんの姿を見た。などということを言い出した。もちろん従業員には観光令を敷いたのだが、次第に泊まり客からも、夜寝ていると部屋の中を誰かが歩いている。真っ暗なのに誰かが便所を使っている気配がする。廊下の曲がり角から青い顔の幽霊がこちらを見ていた。部屋を開けている間、物が動いていたり、なくなったりする。などと苦情が出始めた。近隣の鉱山の町の住人が主なお客ということもあって、あっという間に噂は広まった。そうなると、信用第一の旅館商売、途端に客足が減り始めた。悪いことに、地元の田舎新聞はおろか、誰から聞いたか全国紙の週刊誌までが、山宿の会と題したゴシップ記事を掲載し、面白こわく騒ぎ立てた。そんな騒ぎが2年も続いて、じいさんは本気で廃業を考えたそうだ。打つ手もなく焦燥した毎日を送るじいさんに、ある日、警察から連絡が入った。隣町で無銭飲食の老人を捕まえたのだが、あなたに身元引受人をお願いしたいと言っている。そんなことを聞かされて、じいさんが不審に思いながらも警察に出頭すると、信じられないことに、あの亡くなったと思われた番頭が、頭をかきながら小さくなって座っていた。番頭は確かに腹いせに呪詛に満ちた置き手紙を書いて出奔したが、死ぬ気なんてさらさらなく、いずれ見返してやると結構前向きに考えていたらしい。新しい職場を求めて近場の都市へ意気揚々と出てみたが、多少の詳細はあっても、所詮は田舎の山宿の番頭程度の就労経験しかない。そんな初老の男に世間はせちがらく、再就職の道は険しかった。たちまち食うに困った番頭は、呆れたことに山宿に舞い戻り、勝手知ったる他人の家、日中は使われてない布団部屋や空き部屋などに身を潜めて、宿泊客も従業員も寝静まった真夜中、機会を見計らっては食事や風呂を失敬して、時には帳場や宿泊客の財布から小銭をくすねて、息抜きに遊びに出かけるという生活をなんと2年も続けていたという。久しぶりに再会した番頭は、ろくに日の光にも当たらなかったせいか、まるで地獄の底から這い出てきた勇気のようで、じいさんは心底をぞっとしたそうだ。これ以上は関わりたくないと思ったじいさんは、番頭の身元をとりあえず引き受けて、ある程度まとまった金を手渡し、その代わり、
今後一切旅館に近づかない、関わらない、という念書を書かせて、改めて縁を切ったという。私はな、いっそ自分の旅館に幽霊が出ると信じていた頃の方が、まだ気分が楽だったですな。もう半世紀も昔のことですが、山宿をしていて一番恐ろしい経験だったね。と、じいさんは話を結びました。その江戸川乱歩もびっくりの深夜の徘徊者が潜んでいたじいさんの山宿。ぜひ一度泊めてもらいたいと願いましたが、残念ながら平成に入ってすぐ近代的なホテルに建て替えてしまったそうです。僕の母方の実家は山に囲まれたようなものすごい田舎の村なのですが、その山で漁をしていたひいおじいさんの話です。僕のひいおじいさんが若かった頃、よく山に入った子供が神隠しに遭うといった事件がたびたび起こっていたらしいです。山狩りなども頻繁に行われ、懸命に捜索するのですが、いつも血の跡だけしか見つからず、大体は山にいる熊の仕業にされていたようです。その日もいつものように自宅で夕食を食べていると、漁師仲間がやってきて、近所の子の姿がない、探すのを手伝ってもらいたい、と言われて、また熊か?と思いながら、猟銃を携え、漁師仲間と一緒に夜の山へ入りました。夜の山を明かりを手に当てもなく探し続けましたが、子供の姿は見当たらず、途方に暮れる中、漁師仲間が、いつも探している場所じゃなく、他の場所も探してみよう、と提案しました。いつもいなくなるのは子供ばかりで、子供の足で行ける範囲内でしか探していませんでしたが、今回はその提案通り、少し道のそれた山肌のところまで行くことにしました。村の捜索隊から離れ、二人で山肌のところまで行くと、小さな何かが動いているのが見えました。子供か?と思って急ぎ足で向かうと、そこにいたのは三人の赤ん坊でした。いや、後から考えると赤ん坊のようなものといった感じのものだったらしいです。なぜこんなところに赤ん坊が?そう思って、ただ棒立ちで赤ん坊を見つめていると、赤ん坊たちは何かに一生懸命しゃぶりついていました。近づいて何を食べているのか見てみると、形が人間と思える肉塊を一生懸命食べていたのです。それを見た漁師仲間が、と声を上げた瞬間、赤ん坊たちが一斉にこっちを見て、血がべったりとついた口で、にたっと嫌な笑顔を浮かべて、明らかに赤ん坊ではない声でこう言ったそうです。また来た。ものすごい勢いで赤ん坊たちが近づいてきて、漁師仲間の足に噛みついたかと思うと、そのまま肉を食いちぎり、本当にうまそうに食べ始めたのです。あまりの光景に呆然としていたひいおじいさんですが、漁師仲間の悲鳴で我を取り戻し、赤ん坊たちにめがけて猟銃を何発か放ちました。
すると赤ん坊たちはものすごい叫び声を張り上げながら山の中へと逃げていきました。赤ん坊たちが食べていた肉塊を確認しようと思いましたが、漁師仲間の傷が深くて大量に出血していたため、村の捜索隊のところまで漁師仲間を連れて行き、何人か連れて山肌まで引き戻しました。ですが赤ん坊の姿はおろか、さっきまであった肉塊もなく、ただ血だまりができていただけでした。漁師仲間はその時は一命は取り留めましたが、傷が異常なほど化膿して一ヶ月ほどした後亡くなってしまったとのことです。その後、村では子供たちが山へ入ることを禁止して、漁師たちもしばらくは漁を控えたそうです。神隠しの正体は熊ではなく、あの赤ん坊たちの仕業だとひいおじいさんは言っていたそうです。以上がおじさんが僕に話してくれた話です。ひいおじいさんたちは山わらしと言っていたようですが、おじさんは山ん坊と言っていました。結構最近僕が体験した話。僕は山が好きでよくドライブへ行くんだけど、その日もお盆休みを利用して岐阜県に来ていた。予定では隣の長野県までドライブを満喫して適当なところで一泊するはずだったんだけど、どうやら途中で道に迷ってしまったようだ。地図を見ればわかると思うけど、岐阜と長野の県境の付近ってかなり山深い場所なんです。それで場所を確認するため、よく山道にある車を止めるスペースのようなところがあったので、そこに車を止めた。持っていた地図を見ると、道は間違ってなかったようで、とりあえず安心してお茶を飲んで休憩していた。すごいところに来たなぁ、なんてのんきにあたりを見回していたら、あることに気がついた。車を止めたのは山道の脇で、すぐ隣にはおそらく人工と思われる杉林があるんだけど、その中腹に建物のような人工物が見えた。最初はこんな山中に神社でもあるのかと思っただけだったが、山ドライブのついでによく神社巡りもしていた僕は気になったので車を降りて行ってみることにした。山といってもそこまで大きいものではなく、杉林ということもあり登りやすく10分ぐらいで着いた。そこだけ小さな広場のように開けていて、中央に例の建物があった。あまりよく覚えてないけど、神社と呼ぶにはかなり小さく、どちらかというと祠に近かったと思う。手入れもほとんどされていないようで、かなり傷んでいた様子だった。他人の視線って意外と気づくもんですよね。リュックからカメラを取り出そうとした僕も、急にそれを感じて前を見た。周りには杉の木が点々と生えているんだけど、数十メートル先にある一本の木に、さっと白い何かが隠れるのがはっきりと見えた。突然のことで僕は金縛りにあったかのように動けなかった。
視線をそらせなかった。どうやらそいつは隠れきれてないようで、時折その木の幹から布のような白いひらひらしたものが見え隠れしていた。固まっていた時間は20秒ぐらいだった気がする。突然動けるようになったかと思う間もなく、全身が言葉には表せない強烈な寒気に襲われた。気づいた時にはリュックを背負って一目散に来た道を転がるように下り始めた。すでに日も暮れ始めていたようで、足元がよく見えなくて何回か転んだ。なぜか後ろを見ては絶対ダメだと直感的に思って、ただひたすら逃げた。車までたどり着いて急いで乗り込み発進させた。方向転換する途中で横目に白い人影を見た気もしたが、パニックを起こしていた僕は、とにかくその場から逃げないとという気持ちしかなかった。周りには不思議なほど他の車が見当たらなかったが、しばらく進むと大きな道路に出たようで、大型トラックなどがちらほら目につき始めた。結局、ドライブを諦めた僕は、来た道を引き返して、途中にあった道の駅の駐車場で、ブルブルしながら夜を過ごしたのであった。よく考えてみると、白いひらひらが見えただけの話なので、いわゆる幻覚というものかもしれません。でも、あれから山へ行くことはめっきり減りました。その祠について後で調べてみましたが、その周辺にもいくつか別の神社があるようで特定はできませんでした。以上です。小学2年生の時の話。僕はその日、学校帰りに同じクラスの S 君と遊んでいた。その S 君は特別仲がいいわけではなかったけど、何回か彼の家にも遊びに行ったし、僕の家に招いたこともある。親しい友人の一人だった。僕たちはある人気のない古いアパートの敷地内にいた。アパートの1階部分の横並びのドアの前に敷かれたコンクリの歩道の上に座り込んで何かの遊びをしていた。しかししばらくすると僕はアパートの2階の部分に何かあるような気がして、それが気になって仕方なくなってきた。そんな中 S 君が二階なんだろうとぽつりと言い出した。変な気がしたのは僕だけではなく、彼もその得体の知れない雰囲気を感じ取っていたのだ。二人ともどうしても二階が気になって、 S 君がちょっと見に行ってみようと言い出して立ち上がった。 S 君がカンカンと音を立てながら壁伝いに設けられた鉄の階段を登っていき、その後を僕がついていく。 S 君が階段を登りきって2階の廊下を曲がって見えなくなったその瞬間、僕は階段の途中で立ち止まってしまった。特に異変が起こったというわけでもないが、僕の体の中で警報のようなものが激しく鳴り響いた。立ち止まれ、と僕自身の体の中の何かが強く命じてくるような感じ。
しばらくそうして階段の途中で立ち止まったままだったが、S 君が戻ってこない。声もしない。僕はやっぱり2階に行こうかと階段を再び登り出そうとしたが、体が動かない。金縛りのような身体的感覚ではなく、絶対それ以上進んじゃダメだ、という強い精神的な感覚に襲われ、僕は怖くなって、そのまま S 君を置いて家に帰ってしまった。次の日、学校に S 君は来なかった。僕は一晩経って怖さが薄れてしまったし、子供の短絡した頭脳で、風邪か何かで休んだんだろう、という程度にしかその時は考えていなかった。しかし、一週間経っても S 君は来ない。さすがにどうしたんだろうかと気になって、クラスメートに、S 君どうしたんだろうね、と聞いてみた。だが、聞かれたクラスメートは、S 君って誰？と不思議な顔をした。誰に聞いても同じで、S 君のことなど知らないという。そういえば担任の先生も、休んでいるにもかかわらず、S 君のことを口にしていないし、S 君が座っていた机には他の奴が座っている。家に帰って母親に、S 君が学校に来なくなったんだ、と話してみると、母親も、誰なの？その子。と言った。前、家に連れてきたでしょ？と言っても、全く覚えてないという。小学生の僕は、時間の経過とともに S 君のことを次第に忘れていき、そのまま小学校を卒業した。そして、中学生になったある時、ふと、S 君のことを思い出した。彼はどうしたんだろう。気になって何人かの友人に S 君のことを聞いてみたが、やはり誰も知らない。問題のアパートはもう取り壊されて、その一帯は段ボール工場の倉庫になっていた。遊びに行ったことのある S 君の家を見に行ってみようと思ったが、途中までの道筋は思い出せても、どうしても詳細な位置がわからない。小学校の卒業アルバムも見てみたが、巻末の住所録にも S 君の名前はない。どうしようもない不安に駆られ、僕の家のアルバムを引っ張り出し、小学校の頃の写真を探した。でもそこにも S 君の姿はない。小学2年の春に行った森林公園の遠足の集合写真にも S 君がいない。その遠足では森林公園の中の立ち入り禁止の区域に S 君と他の友人数人と入って、担任からこっぴどく叱られた記憶があるので、間違いなく S 君はこの集合写真にいるはずなんだけど。そして現在、これまでの間 S 君のことを時々思い出すけど、今でも全く不可解でならない。確かに僕の記憶の中には S 君は存在した。顔も覚えているし、数回遊んだことも、現実の世界の出来事だったと断言できる。一体 S 君はどこへ行ってしまったのか。みんなの中からなぜ S 君の記憶が消えてしまったのか。今でも本当にこのことが恐ろしくて仕方がない。
私が中学生の時、先生に陸上部に強制的に入らされ、夏休みの朝練が終わった後、友達二人と計三人で、地元のスーパーに隣接している喫茶店でジュースを飲んでいた。トイレに行きたくなったけど、場所がわからないので友達に聞いたら、あっちあっち、と彼女が指さした先にドアが見えてそこへ向かいました。友達二人は何やらかっこいい先輩の話で持ちきりの様子。一人でカウンターの奥にあるドアに向かって行き、ドアを開けると、畳半畳分ぐらいのスペースにモップなどが置いてあって、どうやら物置のようだった。ふと下を見ると女の人がいた。ガリガリに痩せていて、ピンクの汚れた T シャツと白い下着のパンツを履いていて、髪の毛はハサミで適当に切ったみたいなザンバラのショートだった。ボロボロに汚れた白いクマのぬいぐるみを抱えて、よだれを垂らして宙を見つめて、と言っていた。びっくりして声が出ず、友達の方を振り返ると、彼女たちは何も気づかず、まだ喋っている。どうしようと思っていると、お店の店員の女性に、何してるんですか?と怒られて、泣きそうな顔で、あのトイレ、と言うと、そっちそっち、と左側を指さしていたので、見ると女の人がいた物置の左にも一つドアがあって、トイレのマークが貼ってあった。すいません、と店員さんに告げてトイレに入ったけど、正直トイレから出るのが怖かった。なんとかトイレから出て友達のところへ戻り、ジュースを飲み干してお店を先に出たけど、しばらくずっとどうしよう、どうしよう、と怯えていた。それから三年ほど経って、私が高校生の頃、そのスーパーは大手スーパーに吸収合併されることとなって、改装工事が行われることとなった。喫茶店にも今の場所を撤去して、スーパー内の一角にスペースを設けているからそこに移動してほしいと、何度もスーパー側が交渉したらしいけど、かたくなに立ち退きに同意せず、スーパー側も困っていたら、喫茶店の経営者がいきなり夜逃げをしたそうだ。連絡がつかなくなったので、スーパー側は喫茶店を取り壊して改装工事を続けようとしていたら、喫茶店があった場所から白骨死体が出てきて、地元民は大騒ぎとなった。女性の白骨死体。それからすぐ後に、その白骨死体が見つかったあたりで、改装工事中、天井が崩れて、作業員の2名が亡くなった。その後もそのあたりで露店を出していた焼き鳥屋が、営業が終わってからぼやを出したりして、たたりか、と、さらに地元は大騒ぎになった。ちなみに私は高校生の頃、そのスーパーでバイトをしていて、焼き鳥屋のおじさんと仲が良かったので、火事の後慰めるため電話をしたら、絶対火の元は確認した、と言って泣いていた。関係があるのかどうなのかはわからないけど、その白骨死体も身元がわからなかったそうだ。その後私は高校を卒業して、専門学校に進学して
その町を出たからわからないけど、結局吸収合併したスーパーも潰れて、今はまた別のスーパーが入っている。そのスーパーでは今は何も起きていないようだ。皆さん、暗渠って知ってますか？地下にある川のことで、普段は大きな地下通路として都市の下にあります。薄い管や地下鉄とつながっていて、大雨の時には放水路になります。私たちが学生の頃、そこを探検するのが流行っていました。東京のとある河川敷の暗渠によく潜っていました。入るのは簡単で、川沿いに開いた入り口から上流へ歩いていくのです。数人で懐中電灯を持って出かけます。見つかるともちろん怒られるので、大抵は夜間にこっそりと行っていました。そこは鳩の寝床のようで、入り口には大量の鳩がいたこともありました。遠くから地下鉄の音が聞こえる場所もありました。穴が下向きに蛇行していて、地下水路の入り口になっている場所もありました。何度か言った感想ですが、非日常空間が日常の下に広がっているわけです。楽しい暗渠探検でしたが、ある時を境にきっぱりとやめました。それがこれから話す事件です。その日探検した暗渠は比較的大きなものでした。四角形の入り口は高さ5メートルで横幅は10メートルほど。入り口を少し進むと、高さ3メートルぐらいの丸い穴がどこまでも続いていました。5分ほど進めば、入り口の明かりは全く見えません。穴の中には明かりもほとんどありません。懐中電灯を消せば、周囲は何もない闇です。この暗渠、基本は一本道ですが、途中にはいくつかの横穴がありました。人が入れないぐらいの小さな雨水管はいくつも開いていました。人が入れるくらいの横穴でマンホールへ通じている穴もありました。調整池と思われる深さ10メートルくらいの井戸のようなものもありました。ここには蛍光灯や点検口があって、たまに人が出入りしていると想像できます。一本道を寄り道しながら歩いて30分、40分くらいでしょうか。穴の一番奥にたどり着きました。学校の教室くらいの空間があって、天井は5メートル近くありました。出口のようなものを見つけて、はしごを上がってみました。しかし、そこから出ることはできませんでした。硬い金網の蓋ががっちりと固定されていて、蓋が外れないのです。外の風景は見えました。どうやら内陸にある公園を流れる小川の淵のようです。距離にして数キロメートルは歩いたことがその時判明しました。仕方なく元来た道を歩いて戻ることにしました。数分戻るとまた前後が真っ暗闇となりました。歩いている最中、突然一人が立ち止まって言いました。おい、なんか変な音しないか？全員足を止めて声を出さず耳を澄まして音を探しました。
鳴り声のようなモーター音のような何とも言えない音がかすかに聞こえます。また地下鉄の音じゃないか？前にもあっただろ？いや、地下鉄の音はもっと連続的だろ？車の音かな？来た時は無音だったよな。なんだこれ。音は不規則ながらも続けて聞こえます。そしてなんだかこちらに近づいているようにも聞こえました。ピチャ、ピチャ、ピチャ。遠くから水音が聞こえます。トンネルの真ん中には数センチ程度の水深で水が流れており、それを踏みつけた時の音に似ていました。どっかで水が漏れてるのか？それにしちゃ音が不規則だよ。やばいよ、誰か来たんじゃねえか？水道局か何かの職員がマンホールから見回りに来たのかと思いました。全員でライトを消して息を潜め、音の様子を伺いました。ピッチャ、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 ピッチャ。足音のようで、音はさっきよりも近づいているようです。なあ、見回りで来たならおかしくないか？一人がそう言いました。この穴、ほぼまっすぐなんだから、懐中電灯の明かりが見えるだろ？こんな暗闇の中、懐中電灯もなしに見回り？しかも深夜だぞ。言われてみれば、確かにその通りです。暗視ゴーグルとかしてるんじゃないの？レンジャー部隊とか工作員じゃねえだろうな。サバゲーでもやってるとか？まさか。そういうのだったらもっと音を立てないでひっそりやるだろう。さっきよりも音が大きく聞こえました。どうやらだんだん大きくなっているようです。ピチャ、ピチャ。ピチャ、ピチャ、ピチャ。水温もさっきより大きくなっています。私は確信しました。音はこちらに近づいている。しかも人間だとすれば一人や二人ではない。これは何か変だとみんなも同じことを考えたのでしょう。誰からというわけでなく、みんなでライトをつけて入り口の方へ走り出しました。パチャ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 。あちらの音はそう遠くない位置から聞こえます。が、音の方を照らしても何も見えません。私たちが走っている最中も後ろから聞こえ続けました。パチャ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 。時々立ち止まって耳を傾けると、その音はペースを早めてこちらへ近づいているようでした。私たちは全力で走りました。ヘトヘトになってもう走れないと思った時、入り口の明かりが見えました。外へ出るため脇目も振らず猛ダッシュしました。そうした甲斐あってか、なんとか外へ出ることができました。その時には全員息切れしており、膝に手を当てて天を仰いだりしていました。穴を出た私たちは体力が戻ったら再び走って逃げました。穴から遠くへ逃げたかったのでしょう。振り返って穴を覗く者は一人もいませんでした。河川敷の売店、そこの自販機のところまで逃げて
全員で休みました。当然、穴の中で響いていた音はもう聞こえません。みんなでジュースを買って、あれは何だったのか議論しました。幽霊、謎の生物、それともスパイ。真相はわかりませんでしたが、一致した意見はありました。あの音に近づいてはいけなかったということ。逃げたのは正解だった。あの音に囲まれていたらやばかった。音に取り込まれていたら帰れなかったかもしれない。とにかくやばい何かがいた。このあたりは全員同意見でした。あの闇の中、照明を持たず穴に入ってくる時点で尋常ではありません。しかも私たちを追いかけてきた。どうやら集団でいたらしい。マンホールから入ってきた気配もない。トンネルは一本道だったんだけど、すれ違うこともなく私たちの後ろにいた。常識では考えられない何かだったことは間違いありません。そして私たちに向かってきたのも事実です。この一件以来、暗渠探検をしようと言い出す者はいませんでした。あれ以来私は暗渠に行っていません。それどころか地下鉄や地下街さえも怖くなってしまいました。地下街では明るい場所から離れないようにしています。地下鉄ではなるべく窓の外を見ないようにしています。すっかり都会の地下が怖くなってしまいました。皆さんも都会の地下には気をつけてください。得体の知れない何かに出会うかもしれません。彼らに出会った時、何が起こるかはわかりませんが、近づかない方が良いでしょう。17年前、僕は当時中学生でありながら、朝刊を配る新聞配達のバイトをしていたんだけど、その時、配達を任されていた場所が大きな団地一棟とその周りだけだった。その大きな団地で体験した話。その大きい団地はその頃の建物にしては階層が高くて地域でもかなり目立つ建物だった。その高さのせいか、その団地で何度か飛び降り自殺があった。そんなことがあったから、その団地にはお約束のようにいろいろな噂があったので、その団地の担当になった時は本当に嫌で仕方がなかった。怖さに慣れるのに1ヶ月以上がかかったけど、なんとか慣れてきた時のこと。その団地の配達をするときは、まずエレベーターで一気に最上階まで行って、そのフロアを配り終えたら、階段で一段ずつ下がっていく、という方法で配っていて、その日もそれで配り終えた後、一つ仕事を忘れていることに気がついた。その日はたまたま新聞と一緒に、映画のチケット入りの封筒を入れなければならない家があって、そのことを忘れていて、また戻る羽目になった。その家は11階だったので、エレベーターを使って、その家に封筒を入れて、エレベーターのところまで戻ってきた時には、エレベーターが最上階で止まっていた。普段は、下りで乗ることはないけど、その時はもちろんエレベーターを使おうと、少し上の最上階から降りてくるのを待っていたら、11階の一つ上、12階でエレベーターが止まった。
エレベーターのすぐ横には階段があるので、誰かが上にいたら気配や音ですぐわかるような状態なのに、そのどちらも全くなかった。エレベーターに乗り込む気配も音ももちろんしない。自分は霊感とかは全くないけど、その時はものすごく嫌な感じがしたのは覚えている。その後、なんというか固まってしまったというか、情けないがビビりきっていたとでも言うのか。そのエレベーターが自分がいる11階に来るまで手足に鳥肌を立たせながら動けないでいた。そして自分のいる階でエレベーターが止まって扉が開いた。中が見える前に髪の毛がそうけ立つように思えたのはあの時が初めてだったと思う。中には人が二人乗っていた。オレンジ色のレインコートのような感じのものを着た小太りの女の人と、その子供らしき同じくレインコートを着ている女の子が手をつないでこちらに背を向けて立っていた。扉が開いて閉まるまでの間、10秒から20秒ほどだったと思うけど、自分には永遠の時間のように長く感じた。その間、二人は全くこちらを見ないし、ピクリとも動かなかった。それが生きた人であろうとなかろうと、もう自分には関係がなかった。怖かったけど階段で降りて、会社に戻ってすぐ辞めることを告げて、静止も聞かず家に帰ってしまった。後で他の配達員に聞いたら、自分と同じ体験をした人はいなかったようだけど、あの団地で変なものを見たとか、変な声を聞いたとかで辞めていった人は結構いたみたい。とある知人から聞いた話。彼女が生まれた時、祖母は初めての女の子の孫だと大変喜んで、7段の豪華なひな人形を奮発して購入してくれたそうだ。物心ついてから毎年2月の半ばになると、祖母と母親と彼女の3人で、ひな人形を飾りつけるのが恒例となった。しかし彼女はうっとりと人形を眺めるよりは外で遊ぶ方が好きなタイプだった。そのためひな人形の飾りつけも後片付けも退屈な作業だったという。ある年彼女は退屈しのぎにとんでもないことを思いついてしまった。人形の首を取り替えたら、来年おばあちゃんたち気づくかな。毎年行っているとはいえ、年に一度のこと。ひな人形を出す際には、ああでもないこうでもないと、祖母たちは見本図や昨年の写真を片手に大騒ぎするのが通例だった。そんな騒ぎの中で、果たして人形の頭が変わっていたら気がつくだろうか。ひな人形は高価なもので、それでなくても大切にしなければいけないものだということは分かっているつもりだった。しかし、一度いたずら心についてしまった炎は、もうどうすることもできなかった。その年の片付けの際、彼女はこっそりとお雛様と三人官女の一人の首を取り替えた。人形の頭は
胴体と細く短い棒でつながっていて、少し引っ張るとすっぽりと抜けたため、犯行は簡単だった。頭と胴体がややちぐはぐになってしまった人形を、素早くそれぞれの箱へしまう。いつもそうしているように、人形の頭は傷が入らないよう薄い紙で覆って箱を閉めた。今年はよく手伝ってくれるね。祖母のそんな褒め言葉に少々後ろめたさを感じながらも、彼女は自らの手で箱を納戸にしまった。さて次の年、内心ワクワクしながら平成を装い、彼女は例年のようにひな人形の飾り付けに参加した。あえて人形の箱には触らず、祖母と母の反応をこっそり観察していたのだが、あれ？祖母が丁寧に箱から取り出したのは、いつも通りのお雛様だった。美しい衣装にふさわしく、大きく膨らました髪型に金色の飾り、何より高貴な顔立ち。彼女はこの日に備えて、ひな人形の顔立ちを予習していたので、それが三人官女のものではないとすぐにわかった。いたずらバレてたのかな？もしかしたら祖母は彼女の思惑などとうにお見通しで、人形を元通りに戻していたのかもしれない。彼女が罰の悪さを感じた時だった。やだ、何これ。叫んだのは母だった。なんだなんだと彼女と祖母は母親の手元を覗き込んで言葉を失った。母が開けていたのは三人官女の箱だった。その中の一つの人形には首から上がなく、おまけにまるで暴行を受けたかのように、着物がめちゃくちゃに乱れてあちこち破れていた。ネズミかしらね。他の箱はどう？確認しないと。慌てる祖母たちの横で彼女はふと視線を感じた。こわごわ振り返るとお雛様が彼女を見ていた。いつも通りの澄ました顔だったが、その時は何とも言えず恐ろしく見えたという。それからはお雛様が怖くて、でも自業自得でとても理由は言えないから飾るなとも言えないし、毎年恐怖のひな祭りを過ごしました。それって人形の呪いですか？さあ、まあネズミや虫が人形を荒らすなんてことは後にも先にもないことでした。もちろんその時もボロボロになった三人官女以外に被害はなかったし。彼女は肩をすくめて苦笑した。でも呪いなら三人官女じゃなくて私に災いが来ると思うんですよね。彼女の言葉に私はうなずいた。確かにその通りだ。そうじゃなかったということは、呪いというよりも嫉妬かな。嫉妬？自分以外の女が自分の花嫁衣装を着て婚約者の隣に収まるなんて、考えただけで腹渡が煮えくり返るでしょ？彼女はそう同意を求めてきたが、私はその笑顔に薄ら寒さを感じたのだった。両親が結婚した時、
仲人をしてくれた夫婦が、自分が生まれたお祝いに赤ちゃんの人形をプレゼントしてくれた。その人形は大きさは2歳ぐらいの子供の大きさで、髪の毛はクリクリとした金髪に近い茶色。手足の関節も動くし、洋服の着せ替えやお世話ごっこなどをして遊ぶ人形だった。今で言うポポちゃんの大きいバージョン。しかし、ポポちゃんのように愛らしい感じではなく、顔立ちは洋風で、可愛らしさはあまりなく、ちょっと怖かった。そして、その子を寝かせると、長いまつげがついたまぶたを閉じて、目をつぶるようになっていた。物心ついた時から、この人形がなぜか怖くてたまらなかった。多分可愛くないというところから怖さしかなかったのだと思う。しかし、まあまあでかいこの人形は、部屋のどこに置いていても存在感があって、とにかく怖くて嫌だった。自分が小学2年の時、親の転勤で家を引っ越した。初めて自分の部屋が与えられたが、部屋の出入り口のドアは歪みがあったためか、パタンとは閉まらず、思いっきりドアを押さないと最後まで閉まらないし、ギー、ギー、と音を立てて、とにかく綺麗にパタンと閉まらないドアだった。そんな閉まりにくいドアの横に、怖い赤ちゃんの人形を飾って置いていたのだが、怖い怖いと毎日思いながらも、なぜかずっと自分の部屋に置いていた。引っ越した家で数年経ったある日、ドアを半分ぐらい開けた状態で自分の部屋で過ごしていた。自分の部屋から別の部屋に移動しようと思ってドアへ近づいた時、半分開いていたドアが自然に閉じ始めた。風でドアが閉まりかけたのか?と思ってドアノブに手をかけようとした瞬間、ふと横に置いていた赤ちゃんの人形を見ると、赤ちゃんの手がドアを閉める速さと同じ速さで動いていた。状況を理解できず、そして怖くてすぐには動き出せなかったが、やばい!と思ってドアが閉まる前に、勢いよくドアを開けて母の元へ飛んで逃げた。パニック状態で母に状況を説明し、とにかく赤ちゃんの人形が怖いと訴えた。自分のあまりの混乱ぶりに、母はその時面白半分で笑っていたが、人形を別の部屋に移動してもらって、もう人形は場所も取るし自分も怖がるからと、しばらくして父方の祖父母の家の物置へ持って行った。今も物置を探せばその人形はあるんだけど、怖いし人型の人形ということもあって処分する気にもならない。人形供養を考えないといけませんね。高校の頃の話。うちのクラスには A 君というやつがいて、彼はいいやつで真面目だったけど、いわゆるいじられ役だった。本人もそれを美味しいと思っていたみたいで、楽しく過ごしていた。学園祭が終わった後、クラスで打ち上げをやろうということになって、みんなで打ち上げをした。みんなで夕飯を食べて、その後近くの定席の公園で
花火をすることとなった。花火も終わった頃、参加者のうちの一人が肝試しをやろうと言い出した。その公園には大きめの座った仏像みたいなものがあった。その仏像の後ろに回り込むと、お尻のところに下り階段があって、奥には扉がついている。噂では、その扉の中で戦争で亡くなった人が葬られているとか、ミイラが飾ってあるとか、いろんな話があった。その時はそこに行こうという話だった。暗いからか、仏像自体から気味の悪い雰囲気が漂っていて、さらに扉の側に回り込むと、より一層暗くなったように感じた。だが、テンションが高まった高校生は、ノリで突入することを決めたのだ。その時、ふと A 君が、無理、やめとこ、俺やだよ、と言い出した。当時、A 君を率先していじっていた僕は、それを前振りだと受け取って、え？何？そんな戦闘行きたいの？みたいに囃し立てた。他のクラスメートもそれに便乗して、半ば無理やり A 君を先頭に押し合った。僕は扉だけ開けると A 君の後ろに引っ込んだ。南京錠がついていたが、鍵自体はかかってなくて、普通に扉を開けることができた。そうして A 君の背中を押して中に入っていった。中は埃っぽくてジメジメしていた。正直僕も少し怖かったので、ずっと A 君の背中を押すみたいに手を当てていた。階段は意外と長くて、巨大地下室か？とワクワクしていた部分もあった。その瞬間、A 君の背中が僕の手を離れた。歩みを早めたようだった。僕が、おい、急ぐと危ないぞ！と言い終わるか終わらないかのうちに、明らかに前方から、みたいな太い叫び声が聞こえた。どう考えても A 君の声ではなくて、それよりも何よりも怖くて、クラスのみんなは急いで来た道を引き返した。入り組んでいたわけではないので、案外すぐ出られた。そこから出た後は、なぜかみんな別方向へ逃げていった。僕は怖かったので、近くにいた友達と、さっき花火をしていたところまで戻った。すると何人かもそこにいて、なんだあれ、マジでビビった、みたいな話をしていた。しばらくはそこにいたが、逃げたままその足で帰ったのか、戻ってこない人もいた。A 君も帰ってこない奴の一人だった。その日はそのまま解散して、みんな家路に着いた。寝る前にもう一度友達と、さっきの仏像の扉を見に行った。すると、扉は閉まっていた。今考えるとありえないけど、当時は誰かが閉めたんだと思っていた。家に帰って、お風呂に入って、風呂上がり携帯を見ると、見たことない番号から電話がかかってきていた。それも同じ番号から2件。登録してないやつからか？まあ用があるならまたかけてくるか。と思ってその日は寝た。翌日学校に行くと、昨日の見慣れた顔が揃っていた。逃げ帰った奴も学校に来ていて、昨日の話で持ちきりだった。だけどただ一人、
A 君は学校に来なかった。昨日のこと怒ってんのかな？怖くて外出られないんじゃないか？などと適当なことを言っていたが、A 君は3日間学校に来なかった。その間にも僕の携帯には知らない番号からの着信が続いた。しかし着信は決まって携帯が手元にいない時だった。その話を学校で友達にすると、それ A の番号じゃない？ A 君には教えてないんだけどな。っていうか電話かけてくるくらいなら学校来ればいいのに、とかその時は思っていた。3日後、A 君がやっと学校に顔を見せた。みんな口々に A 君をいじったり心配したりした。A 君もいつものように突っ込んだり返事をしたりした。だけど一つだけ違うことにみんなは気づいていた。A 君に表情がない。笑わないし怒らない。常に無表情。それからというもの、A 君は無表情で、授業中は教科書も出さず、ずっと教卓を見つめているし、話していても A 君だけ噛み合わない。そういえばあの時さ、みたいな話をしても、覚えてないか、明らかに違うことを言い始める。そんな調子で卒業まで過ごした。結局 A 君は卒業まで変わらなかった。不思議なことに卒業後の彼の進路を知る人はいない。卒業してしばらく経ってからも A 君からの着信は続いていた。正直気味が悪くて着信拒否にしていた。それでも履歴は残る。ある日、携帯を機種変更して設定を忘れていてまた着信が来た。いつもと違ったのは留守電が入っていたこと。少し興味があったので留守電を聞いてみた。すると、という呼吸をする音のようなものがずっと鳴っているだけで何も喋らない。本気で気味が悪くなって切ろうとして耳から電話を離した瞬間何かが聞き取れた気がした。気になってもう一度再生すると今度は聞き取れた。聞いて後悔した。お前のせいだ。ボイスチェンジャーでも当てたような声だった。僕はその時やっと気づいた。 A 君は怒っているのだ。あの時先頭を行かせた僕に。いや、もしかしたら A 君ではなくあの扉の奥にいた何かが怒っているのかもしれない。あれから5年経った今でも着信は続いている。地元で幽霊が出るとそこそこ有名な道がある。超ど田舎の林の中を突っ切っているような道なので、当然街灯もなく、ライトがなければ何も見えない状態。その林でおじさんが首吊り自殺をして、だけど出るのは女の幽霊というあんまりよくわからないスポットなんだけど。で、ここからは私の母の職場の同僚の話。仕事が終わって夜その道に差し掛かった。月も出ていない夜、
道の両側を鬱蒼とした林に囲まれているその道は当然真っ暗だった。怖い話もあるし、これまた有名な心霊スポットと化してしまった神社もあるので、普通の人なら最速で通過しようとするのだが、この人は違った。なんでかわからないが、その道でいっぱいになってしまった車の灰皿の中身を捨てようと思ったそうだ。当然、エンジンもライトもつけたままで車を止めて、林の中だしいいよね、と灰皿の中身を暗闇の道路にぶちまけた。すると突然、プスンと透かすような音を立てて、車のエンジンが消え、ライトも消えてしまった。え?と焦る彼女。ライトのスイッチを入れてもつかず、キーを何度回してもエンジンがかかる気配はない。周囲は真っ暗。聞こえる音といえば、時折吹く風が木々の葉を揺らす音ぐらい。油汗が浮くほど恐怖を感じた。怖い。携帯電話なんか普及してない時代だから助けも呼べない。そして、車と格闘して5分ほど経ち、彼女はようやく思い立ったそうだ。まさか、吸い殻を捨てたのが原因。すいません、すいませんでした。と謝りながら、彼女は手探りで道路に捨てた吸い殻をできる限り回収した。その途端、今までうんともすんとも言わなかったライトが復活。キーを回すとエンジンもすんなりかかった。それで慌てて帰って、ここでこの話はおしまい。本当に死ぬかと思った。生きた心地がしなかったって言ってたよ。あんたも悪いことはしちゃダメだよ。何かが必ず見てるもんなんだからね。と、笑いながら母がこの話を教えてくれた。小学生の時かな、学校帰り、工事現場があった。何かの建物を壊しているようなんだけど、本当のところはよく覚えてない。それで、いつも道沿いの塀の上にヘルメットが並んで置いてあった。数は20個ぐらい。何でも面白がってしまう悪ガキだった僕は、そのヘルメットを端から棒で叩いて帰るのが日課だった。コン、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 コン。いつものように軽く小走りになって叩いていく。コン、コン、コン、ゴッ、コン。あれ?いつもと違う音が混じっていたな。その時は気にせずそのまま家に帰った。次の日、またその次の日も同じように叩いていると、コン、コン、コン、ゴッ、コン。やっぱり同じところで違う音がする。なんでこのヘルメットだけ違う音なんだろう、と僕はそのヘルメットの前で立ち止まった。何の変哲もない、ただの黄色いヘルメット。なんだ?なんだ?僕は持っていた棒で何度もそれを叩いてみた。すると、ヘルメットの下からどろりと黒い液体が流れ落ちてきた。ものすごい匂いとともに。一緒にいた友達と動くこともできずそれを見ていると、ぐしゃっと、ひときわ黒い塊が落ちてきた。それは髪の毛の塊だった。本当に怖い目に遭うと声も出ないものだ。無言でみんなバラバラと家へ走った。走っている最中、
サイレンの音を聞いたような気もしたけど、その後の記憶がはっきりしない。目をつぶりながら歩いていると、ないと頭でわかっていても、目の前に壁があるような錯覚に陥って、思わず立ち止まって目を開けてしまいますよね。小学3年生の時の話になりますが、夏休み前という記憶があるから、あれは7月だったと思う。休み時間、正確には、登校直後の朝礼を待つまでの時間だった気がする。朝から元気に大発見したと騒いでいた奴がいた。その男子はなんとなく学年に対して精神年齢が低い生徒だったんだけど、彼の話を聞くとその大発見というのは人気がなくて広い場所で、目をつぶって歩く遊びをすると異世界に行けたというものだった。自分が錯覚だと分かっていても壁に近い、当たると思ったタイミングで本当に壁に当たったような衝撃を受けて、それでも目を開けずに歩き続けていたら空が赤くて誰もいない場所に行っていた。夕方だったはずなのに、学校前の通りまで行っても、歩いている人や走っている車が一つもなかった。それで突然眠くなって、気がついたら元の場所で寝ていた。そうして異世界から帰ってこれた。と興奮して語る彼だったが、彼はちょっと変わった子。という認識がクラス内に浸透していたので、真に受けた様子の生徒は誰一人として見受けられなかった。学年が学年だし、言っていたのが彼でなければ、ちゃんと話を聞いた生徒の一人や二人はいたとは思う。怪談好きな人なら次の展開が読めると思うけど、その通り、彼は数日後、行方不明となった。これは当時の僕にとってシャレにならないほど怖かった。なぜならその目をつぶって歩く遊びは僕たちの学年でちょっとしたブームになっていたから。即興の肝試しというかスリルを味わったり、仲間とチキンレースみたいな遊び方をしていた気がする。とにかく、もし万が一その遊びの最中に行方不明になったあいつのように、自分も異世界に飛ばされて戻れなくなったら、という想像をして死ぬほど怖かった記憶が強烈に残っている。怖かったのは僕だけではなかったようで、その遊びは結構流行っていたにもかかわらず、彼の行方不明が知れ渡ってすぐに、僕たちのクラスではその遊びがパタリと止んだし、他のクラスにもその波は瞬く間に広がっていった。ただ彼は僕たちの予想に反して無事生還した。彼が行方不明になってから5日か1週間経った頃だったと思う。近所の森で気を失っていたのを保護されたとか、そういう話だった。しかし、保護される前と後では、彼の人格というか、様子が随分と違っていた。保護される前では、どうでもいいことでもいちいち騒いだり、爆笑するような、いわゆる空気を読めないやつだったんだけど、保護された後では、口数も少なく、上の空というか、常に宙を見つめているような奴になっていた。旗から見ても結構不気味で、夏休みになるまで、彼に話しかける生徒は少なくなっていたと思う。そして、夏休みが明けて
久しぶりの登校で彼の転校が担任から告げられた。家庭の事情だと担任は話していたが、クラスの誰もが彼の行方不明が転校に起因していると確信していたように思う。ただ一つ気になるのが、本当に彼が異世界に飛ばされたとして、目をつぶって歩く遊びは、実際はそれに関係していなかったのでは？あるいは関係していたのはそれだけではないのでは？ということ。彼が行方不明となった近所の森というのは、もともといろんな噂があったし、小三という年齢を考えれば、そのような噂を真に受けない素振りをしつつも、実際は信じていた奴も少なからずいただろうし、そんな中で目をつぶって歩く遊びを実行した奴も一人くらいはいてもおかしくなかったと思うんだ。彼の行方不明の噂自体は他のクラスや学年にも相当広まっていたし、それを考えればなおさらだと思う。異世界とか憧れる年齢だし、その遊びを実行したのは彼だけではないと思う。それにもかかわらず、行方不明になったのは彼だけ、というのは、目をつぶって歩く遊びだけではなく、様々な条件を満たして、偶然異世界への扉を開けてしまったんだろうなと、今になって思う。以上で終わりです。皆さんも誤って異世界へ行かないよう、と言いつつ、僕は今では行けるものなら行きたいと思うほど、現実逃避したい毎日を送っている。これは、僕の家の近くにある沼の話。その沼は近くに神社、あとお墓があるという絶妙な場所にあります。昔からいろんな噂が絶えず、あそこは底なし沼。あの沼にはカッパがいる。沼の近くにある女性のお墓の前で10回回転すると命を奪われる。などなど不吉な噂が絶えませんでした。それゆえおばあさんには絶対あの沼には近づくなと何度も言い聞かされていました。しかしそう言われると近づきたくなるのが子供というものです。僕は友達と学校帰り、毎日その沼に寄っては魚を見て遊んでいました。この友達というのが、なかなか度胸があるというか、若干頭がおかしいというか、機会があれば紹介したいのですが、山の中の墓地集合場に迷い込んだ時、たまたま見つけた蔵の鍵を開けて、お札がびっしりと貼ってあったドアを開けるぐらいの、そんな着物持ち主です。で、僕とその友人は、かなりの悪友で、近づくなと言われても、毎週土曜日には午前中からその沼で遊んでいました。ある日、日が暮れるまで遊んでみようという話になりました。子供にしてみれば、神社やお墓や沼なんて格好の遊び場なんです。あっという間に日が暮れ始めました。暗くなったので帰ろうとしたら、沼の方から、ドボンと大きな石でも投げたかのような音がしました。僕は、今の音魚だよね、と言いましたが、友人は、ううん、多分違う、と言います。僕は怖くなってすぐ帰りたくなりました。すると友人が、今の音何か知りたい？と言ってきました。正直知りたくありませんが、うん、知りたい、と
と答えると、じゃあもう少し暗くなるまで待とう、と友人が言いました。やがて完全に日が暮れて夜になりました。その間僕と友人はずっと沼を眺めていました。魚が跳ねてチャポン。そんな音の中にドボンと大きな音が数回。しかしずっと眺めていると気づきたくないものに気づいてしまいました。ドボンと音が鳴って水しぶきが上がるとき、水が上に引っ張られているのです。お風呂なんかでお湯に浸かっている手を思いっきり引き上げると、お湯が手にくっついてきますよね。あれと同じ感じです。そして、ドボンという回数が多くなって、不意に友人が、あれ、人間の腕だよ、と言いました。腕？うん、腕。ここで身を投げたのか捨てられたのか、多分登ってこれないんだろうね。腕を水から思いっきり出せたところで掴むものがなければ、また水に戻るだけでしょ。それが叩きつけられてるんだよ。でもさ、溺れてるんならバシャバシャってなるんじゃない？溺れてるならね。どっちにしろあれはいいものじゃないよ。もがいているっていうよりは恨んでる。そろそろ君も見えるんじゃない？暗かったので何とも言えませんが、その話を聞かされたせいもあるのでしょう。ドボンと音が鳴るとき、確かに見えました。沼の水から這い出て、また水に叩きつけられる青白い腕が。今思えばこの頃からです。僕と友人二人で、いわくつきの場所へ行っては怖い目に遭っていたのは、今でも友人の家に遊びに行くと、不意に友人は言います。君の後ろと横に立ってるよ。あれは私が中学生の頃、友達5人ぐらいと遊んでいたんだけど、結構やることがなくて暇していた。そのうち一人の友達が、やることねえし、ちょっとどっか冒険しない？と言った。まあ20年も前のことなので、その頃の田舎の子供たちはよくそういうことを言って、近所の林とか森とかへ行って、探検と称して遊んでいたのだ。で、どこに行くかみんなで悩んでいたら、また一人の友達が、だったらあの家行かないか？と言ったんだ。するとみんなが、ああ、あの家か。俺まだ見たことねえな。あの家ってあそこにあるやつ？そうそう、なんかすごいとか聞いた。よし、じゃあ行ってみるか。ということになって、あの家に行くことになった。そのあの家というのは、一家心中があったとか、その家の家族全員が強盗に殺されたとか、神隠しにあったとか、いろんな噂がある家のことなんだけど、誰も真相は知らなくて、近所の子供たちから、知らずと心霊スポットみたいな感じで呼ばれていた。私も話には聞いていたけど、一度も行ったことはなくて、その日初めて行くことになった。普通、そういう心霊スポットなら暗くなってから行くもんなんだろうけど、その5人、私も含め全員ヘタレだったので、誰も暗くなってから行こうとは言わず、行ったのはお日様カンカンに照っている真っ昼間。
しかもその場所、それほど怖いところにあるわけでもないのだ。すぐ近くには人通りも車も多く通る県道があって、その県道の脇道を少し入った場所にある。周りは森とか林になっているわけでもなく、原っぱみたいな感じで、すごく見通しのいい場所。まあ原っぱなので寂しい感じがするといえば、寂しい感じもするんだけど、ぶっちゃけその家は県道から見えるので、それほど怖い場所でもない。だからこそ夜中に行く勇気のない5人でも行く気になったんだけど。とりあえずみんなでチャリンコを飛ばしてその家まで行った。県道を通って脇の砂利道に入って10分ぐらいで家の前へ到着。私はその家が一軒だけ建っているものかと思ったんだけど、行ってみると家は三軒並んで建っていた。問題のあの家は三軒並んでいる家の真ん中の家。見た感じすごく綺麗で廃墟という感じでもなかった。黒い瓦屋根で壁は白の二階建てで、普通の家だった。なんだ、あんまり怖くないんだな、と私は思った。中にまで入るのかな、と思ってみんなの方を見ると、全員一点を見つめて呆然としていた。そんなに怖そうな家ではないのに、何を見ているのかと思って、みんなが見ている方を見ると、玄関があった。ドア一面にびっしりとお札が貼られている玄関だった。一気に血の気が引いた。壁とか他の窓とかには一切何も貼られてないのに、玄関のドアにだけ大量のお札。古いものから新しいものまで、とにかく開けるな。出てくるな、と言わんばかりに貼られたお札。みんなそれを見て固まっていた。しばらく、多分5分ぐらい見ていたと思う。そして誰かが、帰ろ、と静かに言ったから、みんなで自転車を飛ばして速攻で帰った。異常だったのはその玄関だけだったけど、その時は怖かった。そんなあの家ですが、20年経った現在でもまだそこにある。周りは結構開発が進んでいて、大型スーパーとか住宅地とかできているんだけど、その一角だけ、まだあの三軒の家と原っぱは残されている。近くに友達が住んでいるので、ちょっと前、あの家のことを聞いたら、売りに出される話も聞かないし、誰かが買おうとかしてる話も聞かない、とのこと。あの家で何があったのか、誰も知らない。ただ、まだそこに、あの家はある。高校時代の友人、Y 君の体験談。ある朝、僕がいつも通り学校へ行くと、いつも元気な Y 君が真っ青な顔をしているのに気づいた。どうしたのかと聞いてみると、何でもないと返事はするものの、何かに怯えている様子だった。僕も、無理に聞き出すつもりはなかったし、そっか、とだけ言っておいた。昼休み、朝と変わらず怯えた様子の Y 君が話しかけてきた。内容は、ちょっと相談に乗ってほしい、とのことだった。
弁当でも食いながら聞いてやるつもりだったが、話の内容はそんな他愛ない内容ではなかった。前の晩の話。部活で疲れていた Y 君は、両親が出かけていることもあって、夕食後、早々に自分の部屋の布団で寝てしまったそうだ。ちなみに、Y 君は想定部、ボートでタイムを競うやつです。寝た後、Y 君は夢を見た。場所は自宅の居間。Y 君はソファーで一人テレビを見ていたのだが、そこへ一本の電話が来た。出てみると、Y 君と同い年のいとこからの電話だったそうだ。が、そのいとこの話す内容、また声の感じも、まるで幼稚園児と話しているような幼さで、Y 君は少々違和感があったようなのだが、久しぶりなこともあって、一緒に遊びたいとか、今度どっか行こうとか、そういう話をしていたそうだ。5分ほど話したところで、Y 君の頭にある疑問が浮かんできた。このいとこ、もう亡くなってるんじゃなかったっけ？重大な疑問にぶち当たった Y 君。しかし、いとこは、それにはお構いなしで、一人で喋っている。だんだん怖くなってきた Y 君は、もう遅いから、とか、もう親が帰ってくるから、など理由をつけて、電話を切ろうとしたのだが、いとこは相変わらず、一方的に喋っている。しかも、話すペースがどんどん速くなって、テープの早送りのようで、何を言っているのかわからなくなってきた。恐怖に駆られた Y 君が、もういいや、電話切ろう、と思った瞬間、いとこの話すペースが普通に戻った。そして次の瞬間、どうして僕だけ死ななきゃならないの？と言われたそうだ。その一言で恐怖のピークに達した Y 君は電話を叩き切った。そこで夢から覚めたそうだ。夢から覚めた Y 君は一瞬ほっとしたのだが、すぐに夢の内容を思い出し、話をしていたいとこが誰だったのかを考えた。そして思い出した。Y 君が3歳の頃、通っていた幼稚園の火事で、ただ一人亡くなってしまったいとこがいたことを。ただの夢であってほしい。そう思った Y 君は、夢の場面であった今へ行き、そこで二度目の恐怖に襲われたそうだ。暗闇の中、寝る前に消したはずのテレビが、砂嵐の状態でついている。そして、夢の中で叩き切った電話が、テレビの明かりに照らされていた。受話器が外れていた。パニックに陥った Y 君は、電話線を引っこ抜いて、自分の部屋へ駆け込み、電気とテレビをつけっぱなしにして、布団をかぶったまま朝を迎えたそうだ。弁当を食べるのも忘れて話に聞き入っていたが、あることを考えていた。そういえば Y って想定部だったよな。水に引き込まれるんじゃないか。Y 君はなんだか目の焦点が合ってない。危険を感じた僕は Y 君と一緒に早退して彼を家まで送り届け、 Y 君の母親に事情を話した。その日から一週間、僕が朝と夕方の送り迎えをした結果、ようやく Y 君は立ち直って
現在は元気に暮らしています。夫と中国地方のとある県境の林道をカーナビに任せてどんどん走っていたら、どんどん道が狭くなっていって、車が一台通れるくらいの幅になった。前後には車はないし、対向車もちっとも来ないし、ところどころに車をかわすスペースもあるし、大丈夫だろうとそのまま走っていくと、なんかおかしい。あちこちに真っ白い新しい感じの布がかけてある。カーブを曲がるごとにどんどん白い布が増えていく。最初は工事用なのかな?なんて言ってたけど、薄くて柔らかそうな真っ白い布で、工事用のシートという感じではない。ガードレール、山の斜面、カーブミラーまですっぽりと白い布で覆われていて、どんどん布も大きくなってきた。変だね、と言いつつ進んでいって、カーブを曲がると、そこに異様な感じの車とたくさんの人がいた。車は小型バスぐらいのものが数台。車体には目玉を様式化したような宗教的なマークのステッカーが、下地がわからないくらいびっしりと貼ってある。フロントガラスまで運転ができるくらいのスペースを除いてステッカーだらけだった。そしてたくさんの人が、白い頭巾と白いマスク、白いサムエみたいなものを着て、ガードレールに白い布を巻きつけているところだった。作業中の人たちは、ススッと道を開けてくれて、車も待避スペースまでのけてくれて、無事通り抜けることはできたけど、スピードを出すこともできず、その人たちに、じーっと見守られながらその場を去る時の気分は、もう冷や汗もので、まっすぐ前だけを見て通り過ぎました。本当に怖かった。見てはいけないものを見たようで。車のナンバー覚えられたかなとか、夫と数ヶ月は怯えて暮らしました。2年間何もありませんが、もうあんまり知らない細い道は通りたくないです。中国地方の方、林道を走るときには気をつけてください。他にも見た人いませんかね?私の不思議な体験です。十数年前の夏、バイト先で仲良くなった A 子に、知り合いの B さんの家に一緒に遊びに行こう、と誘われました。私は B さんとは面識はなく、事前情報も、楽しい人だから紹介したい、という程度で、B さんの家の最寄り駅から A 子について歩いていました。A 子と楽しくおしゃべりをしながら、B さんってどんな人かな?と考えていると、夏の暑い日の夕暮れでしたが、突然身震いするような寒さが。次の瞬間 A 子が、あ、B さん家ここだよ。と、目の前のマンションを指さしました。その時私は理由も根拠もなく、寒さの原因はここだと感じました。多少の不思議体験は過去にもありましたが、どれも半信半疑的なもので、ここまではっきり
ものすごく嫌な空気、しかも寒い、と体が拒否する感覚は初めてでした。寒気はひどくなる一方でしたが、A 子には告げず、B さんの家のドアの前に着くと、私は、この部屋からだ、と、なぜか確信できました。さらに、A 子がチャイムを鳴らして、B さんがドアを開けて、彼の顔を見た瞬間、寒さの原因はこの人だと、少し頭が痛くなりました。三人で話し始めると、B さんはどうやら霊感商法をしているようで、気候で悪いところを直すとか、このサプリを買わないかとか、いろいろ誘われて、寒気と頭痛と吐き気までしてきたので、ごめん、風邪ひいたみたい、と言ってすぐ先に帰りました。家に帰ると寒気は一切収まって、以来、A 子とも距離ができてしまって、その後しばらくしてバイトを辞めたのでそれきりです。またその数年後、全く同じ寒気を友人と喫茶店でお茶を飲んでいるとき感じたことがあります。冬も近くて、店内は暖房で暖かく、出入り口からは遠い席に座っていたのですが、急に温度が下がったというか、全身を取り巻く空気が一気に冷たくなって、なんだと周囲を見ると、目に留まったのは清楚なピンクのワンピースを着た、痩せて小柄な白髪のおばあさんでした。一見普通のおばあさんで、私もはじめは、そのおばあさんのせいで寒くなったとは思わなかったんですが、その人が近くの席に来ると、ひどい悪臭がしました。気温が下がった感じは私だけだったようですが、その匂いには友人も店内にいた他のお客さんも、みんな気づいていました。長い間お風呂に入ってないようなそんな匂い。でもおばあさんの見た目はとても清潔そうでした。耐えられなくてすぐ店を出ましたが、その時 B さんの家で感じた寒気を思い出しました。B さんの時は匂いはなくて、でもすぐにおかしいと気づいて、おばあさんの時は寒気はしましたが、匂いがするまで原因がそのおばあさんとは気づかなかった私。この2回の寒い体験は何だったんだろう、と未だに不思議です。子供の頃の話。私は昔から寝ている時、まぶたが完全に閉じない。そういう人をうちの地方では勘が鋭いと言われます。正確な意味は方言なのでわかりません。勘がえくいみたいな発音です。生まれも育ちもその町なんですが、ほとんど使われない言葉です。私はそのまぶたが落ちないから、お前は勘がえくいんだ、と言われた時くらいしかありませんし、聞いたこともないです。勘が良いと言っても霊感があるわけではないのですが、昔から私は天気が荒れることが大体わかるのです。あと、私が外へ出るときはほとんど晴れるのです。それはまぶたが閉じない人の持つ勘の良さなのだということをよくお年寄りから言われていました。私の生まれは漁師町なのでとても可愛がられました。
海がなぐこと、天気が荒れることを言い当てると言われて。そんな時、近所の元漁師が私の祖父に巫女にしたらどうかと言っていました。本当は巫女は漁師の子供から選ぶらしいのですが、考えくい子供ならなれるのではとのことでした。祖父はずっと断り続けていました。何でもその巫女は夜岩だらけで地元では自殺の名所と言われるような場所で行われる祭りに出るらしいのです。巫女になった子は白い着物を着ておみこしに乗せられるのですが、そこで眠ってほしいと言われました。私が聞いたのはそんな内容です。私は子供ながらに変な祭りだなぁと思いました。そんな祭りは今に至るまで聞いたことがありません。友達に聞いても誰も知りません。少し大きくなって祖父にその祭りのことを聞きました。祖父によるとその祭りはどちらかというと儀式のようなもので、巫女になった子供は気がおかしくなったり早死にしてしまうというのです。なので祖父は私が巫女になることを必死で止めたそうです。それ以上の情報は知りませんし、調べてもそういう祭りや儀式については何も出てきません。祖父は私が海に行くときは海と縁を必要以上に持たないようにと金物や履物を余分に持たせてくれました。しかし不思議なもので海へ行かないと無遊病のように海に行かないとと言い出すので困っていたようです。今は地元から離れてしまい不思議なことに夫は私と出会う少し前から海水魚を飼い始めたと言っていました。まだ海との縁はあるのかもしれません。あと、もう一つ不思議なことがあります。私の夢に巫女の格好をした女の子がたまに出てきます。その子は何かしら予言をしてくれるのです。一度友達に誘われて霊能者のところへ行ったことがありますが、霊能者には夢に出てくる巫女は自分自身だと言われました。あと、未だに天気は晴れることや荒れることが分かったりします。仮に傘がなくて雨に降られても、ほとんどの場合は私が外にいると雨は止むので、職場では晴れ女として重宝されています。